義士和人伝。義士和人伝は、中国の歴史書、三国史中の、銀書第三十巻、カラスマ戦辟等遺伝は尋常の略称。当時、日本列島にいた、民族、住民の和人、日本人の習俗や地理などについて書かれている。三国史は、精神の陳樹により三世紀末、280年、呉の滅亡297年、陳樹の没年の間に書かれ、陳樹の死後、 中国では、聖史としておもんじられた。三国史の中に、和人伝という独立した列伝が存在したわけではなく、東伊伝の中には及び、和人の記述がある。したがって和人に関する情のみならず、東伊伝のすべてを通読しなければ意味がないという考え方もある。さらに、三国史の研究者である渡辺義博は、三国史の著者である陳獣。 233から297年の世界観や政治状況は約37万字に及ぶ三国史、それに付けられている敗勝史372から451年の中は本文に匹敵する約36万字のすべてに目を通すだけではなく世界観を形成している儒教のに通じなければわからないと述べている中国の政治中で初めて 日本に関するまとまった記事が書かれている。五感書等遺伝の方が扱う時代は古いが、三国志魏志和人伝の方が先に書かれた。なお講談者学術文庫、和国伝では五感書を先に収録している。当時のは、後の日本に女王の都する山大国、山大国を中心とした国が存在し、また女王に属さない国も存在していたことが記されており、 その1、官名、生活様式についての記述が見られる。また、本書には、当時の和人の風習や、動植物の様子が記述されていて、三世紀の日本を、知る資料となっている。しかし、必ずしも、当時の日本の状況を正確に伝えているとは、限らないことから、山大国に関する論争の原因になっている。また一方で、岡田秀弘など、 疑心は人伝の資料としての価値に疑念を投げかける研究者もいる。岡田は位置関係や理定にズレが大きく信頼性に欠ける点を根拠として挙げている。渡辺義弘は疑心は人伝には卑弥呼が死者を派遣した当時の総隆氏の内政、外交や主下の世界観に近する多くの変更、歪んだ記述が含まれていると指摘している。 現存する数種の版本のうち、真の時代の19世紀の英遠本、百道本、南宋期の版本の英遠院が、最も全本とされる。活字本としては、現在の中国で書本を肯定し、句頭点を付した、中華書曲本が、初版1959年、北京、日本でも入手可能である。また、帰り点を付けたものとして、講談社学術文庫、和国伝がある。 和人伝は、永遠本の写真版を見れば、段落もなく、書かれているが、中華諸局版と講段者学術文庫版では、六段落に、分けられている。内容的には、大きく三段落に分けて理解されている。もともとは男子を王として七十から八十年を経たが、和国全体で長期間にわたる騒乱が起こった、いわゆる、和国大乱と考えられている。 そこで、ひみこという一人の女子を王に協立することによって、ようやく混乱を沈めた。ひみこは、軌道に使い衆を惑わした。年長で夫はいなかった。弟が国政を補佐した。王となって依頼人と会うことは少なかった。千人の従者が使えていたが、居所である救出には、ただ一人の男子が入って、飲食の給仕や伝言の取り継ぎをした。 老官や城作がいかめしく設けられ、常に兵士が主演していた。卑弥呼は、慶初2年238年以降、大砲軍を通じて、ギニ使者を送り、皇帝から、親際王に任じられた。聖始8年247年には、国,国との紛争に際し、大砲軍から、再創上市長選が派遣されている。ギシは人伝の記述によれば、 朝鮮半島の国々とも死者を交換していた。生死八年、二百四十七年頃に、卑弥呼が死去すると塚が作られ、百人が巡走された。その後乱王を立てるが国中が服さずさらに殺し合い、千四人が死んだ。再び、卑弥呼の僧女、一族をは宗派の女性である十三歳の一友を、王に立て国は収まった。先に和国に派遣された朝鮮は激文を持って、 一友を悟しており、一友もまた、義に使者を送っている。また、日本初期の神宮記は、進武,武帝大発二年大使二年、二百六十六年の進武期居中に、大発二年十月和女王が重ねて貢献したとの記述があるとしている。義書陳流王記によれば、この年、前城に先立ち妻恵比エビスが長考したという記事があるので、この女王は、 一ともと考えられている。義に代わって成立した進むの皇帝、武帝に長考したものと考えられる。三世紀半ばの一ともの長考の記録を最後に、五世紀の義九年、四百十三年の和王さんの長考、和の後王まで百五十年近く中国の史書からは、和国に関する記録はなくなる。この間を埋めるものとして、公開道費がある。 石踏みには三百九十一年に、我が、くだら、白らを破り、高栗の第十九代の王である、高海道王、高ウ王と戦ったとある。義シワ人伝によると、和人は三島によって、国流都市、漢の頃から大陸への兆候があり、記述の時点では三十カ国が死者を通わせている。国名や漢名には、諸説がある、の原文の抜粋と、 その日本語訳を示す。女王国の異北にある、クヤガン国、ツ島国、一大国、松ツ国、イト国、ナ国、フミ国とツマ国、山マ大国の他に、遠くにあって、国名だけしかわからない国として、島国、己百四国、伊佐国、都市国、ミナ国、小うこと国、フ国、サナ国、大祖国、イケルナ国、コ有国、カナソナ国、キコためわれ、 国、きな国、やま国、こもしに国、ともえとし国、ぎい国、からす、な国、く、なこが記録されている。また、南のくな国の団王ひみこことはふわとの記録もある。な国は2回記されているが、同一の国とする説と別の国とする説がある。の原文の抜粋と、その日本語訳を示す。の原文の抜粋と、その日本語訳を示す。の原文の抜粋と、 その日本語訳を示す。和及び、義の使いを年代順に、西暦で書くと、238年和紙、240年義百243年和紙、247年和紙、義紙和紙となる。238年12月の文は、御事のりが出された記事で、実際に届けられたのは240年である。同様に245年のなしめに、銅を賜える記事も、 この年に御事のりが出され、実際に届けられたのは二百四十七年であることに注意。またよく誤解されるが、二百四十七年に義手が和に、来たのは二百四十五年の御事のりのせいであり、二百四十七年の和紙の訴えがあったためではない。ただし劇などはこれによるものであろう。和国への童貞を文字通りに距離を測ると、日本列島を飛び越えて、 太平洋の海の上になってしまうため、山大国の位置や童貞の否定は決定的な説がない。位置についての有力なものに、機内説と九州説がある。童貞についても連続説と放射説がある。山大国位置に関する論争を参照。汎用の極寒書、等遺伝に和についての記述がある。その内容は、魏志和人伝と共通点があるが、 五感想和殿には、義師和人伝には、年代が特定されていない、寒冷艦和国大乱等の記事もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。